おはよう。目、覚めたみたいだね。ここ <laughs> まだ寝ぼけ気味かなここはね、私の家の、私のベッドの、私の腕の中だよ。あ、顔赤くなってる。<laughs> そういう反応、かわいいな。もっと強く抱きしめちゃう。先に言っておくけど、 ていうか気づいてると思うけど、君のことは縛らせてもらったから、あんまり動かないでね。そうそう。監禁ってやつ。初めてやったけど、これいいね。好きな人を好きなだけだけしめられるし、時間なんて気にせずそばにいられる。あれ私のことわからないそっか。ちょっと残念。 うーん、まあ、一方的にこっちが観察してただけだし、当たり前だよね。少しでも私のことを覚えてて欲しかったっていうのが本音だけど。私は、君に救われた人だよ。<laughs> って、そんなこと言われても謎が増えてくだけだよね。でも、これ以上のことは教えてあげない。<laughs> 怖いね。君から見て。 私は謎の人物ってことだから。思い出してみて。君は普段過ごしてる中で多くの人に迷惑をかけてると思う。でも、同じくらい誰かを救ってるんだよ。仕事に行く途中とか、よく行くお店の中とか。そういう場面で誰かをきっと助けてる。私もその一人。<laughs> 小さなことだよ。でも、その小さなことが、今この状況を生み出した大きな原因なんだよ。そう考えると、何が起こるかわからないこんな人生も素敵なものだよね。ああ、君からすれば違うのかな。ごめんね。まあ、そんなわけだから、君はこれで、私のもの。この状況を怖がるよりも、 素敵な運命に心を躍らせる方がいいと思うよ。だから、この心地のいい感触に身を委ねて楽になろうよ。受け入れちゃってよ。ダメ <laughs> そっか。それでもまだいいよ。いつまでそれが持つかも楽しみだし。でも、目先の楽しみが私にはあるんだよ。わかってる 君は今縛られて身動きができない。自分の体をどうされようと抵抗できないんだよ。ふふ、目に見えて焦り出したね。もう遅いけど。君からもらえるものは全部もらいたいから。形が見えないものまで全部。その一つ目を今からもらうよ。まだまだ。 何回でも、私を救ってね。